アジア大会の開催に向け、広島の街が大きく変化していた30年前の今日、リーガロイヤルホテル広島は誕生しました。アジアの方々の,その平和への思い、それから信仰、えーまあ、と含めた形でテーマを設けていたと思うんですよね、それを受け入れられる、えー、施設なりを建設する必要があったと思いますので。1955年に誕生した新広島ホテル。 七年後に移転オープンした広島グランドホテルリーガロイヤルホテルはこの二つのホテルの歴史を引き継ぎ広島の迎賓館としての役割を果たしてきました平成の時代には当時の天皇皇后両陛下も宿泊されました去年開催された G7 サミットでは日米首脳会談の舞台となり厳重な警備が敷かれました 30年の歴史を共に歩んできた和田副総支配人は他にも多くの印象的な出来事があったと話しますホテルの外壁の側面にですねハヤブサが2003年絶滅危惧種のハヤブサが最上階付近に巣を作っているのを利用客が発見しました 全国のメディアに取り上げられ、ちょっとした騒ぎになったそうです。そして、2020年のコロナ禍。ステイホームが呼びかけられる街に、リーガロイヤルホテルは笑顔を届けました。街を照らす花やハートのマーク。利用客が減り、空室が目立つ中、従業員が袖で、 客室の明かりをつけて回りましたすごく反響があってですね正直泣きそうになったんですけど、えー、周りに部下がたくさんいたのでぐっと我慢して、えー、こられましたけど30年間広島の街を見守ってきたリーガロイヤルホテル子供と一緒に成長してるような感じですよね いろんな方々にもう世代を超えて分かっていただけるようになってきてますので、これからも皆さんに満足いただけるように、頑張っってていいきたいなと思っています。新たに生まれ変わろうとしている町とともに、これからも歴史を紡いでいきます。